松富茂雄は日本の外交官。中イスラエル特命全権大使、中ポーランド特命全権大使を務めた。兵庫県出身。工業学院中学校、高等学校を経て、外務公務員採用上級試験に合格。1978年東京大学法学部、卒業後、外務省へ入省。在パキスタン日本国大使館。 在アメリカ合衆国日本国大使館、在ニュージーランド日本国大使館勤務を経て、1995年1月に、外務省アジア局南東アジア第一課長、1997年7月に、外務省経済局開発途上地域課長、2001年3月に、在トルコ日本国大使館参事官、2002年9月に、経済協力開発機構日本政府代表部講師、 外務省大臣官房参事官、外務省国際情報局参事官を経て、2008年7月に外務省大臣官房総括審議官、2010年に中東アフリカ局長に就任、2012年9月に国際情報統括官に就任、2014年7月からイスラエル中殺特命全権大使、中東アフリカ局長などの経験を生かし、対局的、 長期的中東全体の未来を見据えながら仕事に当たっている。2015年1月の安倍内閣総理大臣のイスラエル国訪問では日本とイスラエルとの絆を太くし経済的関係や情報関係での緊密な協力関係を築くという成果を上げている。2015年のアイスセルによる日本人拘束事件では イスラエル訪問中の安倍晋三総理大臣がイスラエルの国旗を前にアイスセルを批判する映像が放送され、物議を醸した。この件に関して大使の責任が問われるとの指摘もなされていたが、年明けの2016年1月12日に中ポーランド特命全権大使へ移動となった。2018年国際研修協力機構上無理事件国際部長。 私生活では1999年に離婚。写真週刊誌で交際が報じられていたアナウンサーの有村香織と2001年に再婚。ありがとうございます。